はい、1号先ですいいつもご視聴ただきましてありがとうございますえっ、ー、と新しいねあの J の会社ですねそこの新会社の方に、えー、東山さんが、えー、社長でまた就任をされましてまた指導するっていうことなんですけども実際にまあ彼も言えない立場ではあったはずなんですけれども過去のまあそういう あってはならないことを、えー、見て見ぬふりをしてしまったっていうところでやはり、まあ、社長としてねあのまたそれが本当に受譲できるのかっていうところで、えー、の本当に J を切り離して、ね、新たな道を進むっていうことに関しまして。 ああ大丈夫なのかななんかちょっと泥船に乗っちゃった船長みたいな感じになっているので、私としてはちょっとしん、彼のことも心配ではあるんですね。で、えー、まあそういうふうな、あのー、ね、タレントを表に出して、ね、こう、うーん、ね、責任を結局は最後に東山さんにぶつけるような感じになってしまわないだろうかと、ちょっと 不安要素もあるんですけれどもうんそしてうんまあ東山さんが今回社長になった私としてはやはり経営にあの外部のね、えーまあ、取締役社長という形で外部の経営のすごいトップスペシャリストを入れてそして外部の 相談係みたいな弁護士、えーまあ、弁護士さんも、えーまあ、前は、えー、J の関係の弁護士をしてた人が3人のうち1人がねそういうあの人権相,相談窓口の弁護士に入ってるっていうことはちょっと言いづらいと思うんですよ。もう大先輩が社長で、ねまあ、弁護士さんとか、 第三者委員会みたいな形で立ち上げてもまあ色が濃いような事務所との色が濃いような弁護士さんが入ってしまうとやはり言いづらい結局言ったことが上に伝わるだけでうやもやにされて自分の立場が怪しくなってね干されちゃったりとかいう風なことがないのかなって私も実際ねやはり、えー 第三者委員会って会社にねこう弁護士さんがついててそういうふうな会社でお勤めを長いことさせてもらってたんですけれどもやはりこう第三者委員会に、えー、訴えたとしても結局はあのー、上司の方に話が行くだけでねお前が悪いというふうな形でね それでまとめられてしまうっていうかねうやもやにされてしまうっていうことが実際に私の周りでも私にもあったのでそういうふうなやっぱり線が強いっていうところはどうなのかなと思うんですけども今回東山さんがまた社長ね新しい会社の社長ということなんですがまあこれねちょっとどうなのかなある意味ちょっとかわいそうな気もしないでもないなっていう感じがしたんですけれども。 まあこの今後のね彼の動きについてですね簡単に占ってみたいと思います。えー、やはりえねもう本当にスタッフさんとかまあ本当に言うとねスタッフもね今まで関わってきた人たちやっぱり色,色濃く関わってきた人たちは外してもう新たに全然関係ない会社として1スタートを切ればいいのかなと私は思うんですね。 スタッフさん今いるスタッフさんはねあのこのスマイルアップの方にね入れてその訴訟問題とかそういうふうなところに重点を置いて例えば子どもの,、えーね、の恵まれない子どもたちとか虐待を受けている子どもたちの支援活動とかそういうふうな方向で、えー、ねきちんと働いていただいてねあの例えばねこう 居場所のない子ども親,親が育てられなくなっちゃってっていう風な子どもたちの、まあ、そういう養育養育とか、まあ、今までやってきたようにやれるような場所があってもいいのかなと逆に言ったらそのね今までもう転職がなくてねご飯も食べられない学校にも行かせてもらえないような子どもたちに夢を与えるあのスマイルアップでもいいのかなと。 思うんですけれども、そちらの方のね社長さんとしてねまああれなんかな、えー、東山さんがなってもう新会社の方は新たにタレントさん養育とかは全然持たずに、えー、そういうふうな形で別のねあのトップのね、えー、経営が得意な方をね持ってきていただいたらいいんじゃないかなと思うんですね。実際に今回の、あのあ えー、まあその会見に関してですもう、えー、事前に NGNG 表みたいなのがあってこの、えー、わざわざここ会見場にまで行ってるにもかかわらずこの人には当ててはいけないよっていうふうなあ当てないようにしましょうっていうような表顔写真入りの表まであったというふうな感じでしかもそれをああいうふうにあの 記者の人たちに見えるような形で持っていくこと自体が私としてはもうこの会社を潰す潰すつもりなのかな逆になんかちょっと理解がそのあれをねそうやって見えるようにやってるっていうのはわざとそこを突っ込んでくださいって言いたかったようなね逆にもっと記者入れる前に机に荷物とかを。 ね、あの書類ととか置いとけばいいわけけばわですよね入る人はもう手,手だけで入っていけばいいわけですよね記者が座る前に自分たち座ってればいいわけですよねあれを写真が見えるような状態で持っていって会場の前を横切ってる時点であだかもうこの,この組織自体を潰す気なのかな。<laughs> 記者のの前にそそれを見せるっっていうあ絶対ちょっとその その神経があの逆に分からなかったんですけども、まあ、ちょっと今ね東山さんね泥沼の乗ってるような感じなんですけどどうなるのかなっていうところでまた新たにちょっと占ってみたいと思います。 なんかね、すごいこうワンマンな坊君の社長っていう感じがしますね切磋琢磨していくんでしょうね切磋琢磨していく子どもたちね。はい 過去ですね、あの今までねこううやむやになってたことが明らかになったっていうカードですね。あの、実際にこうね分かってなかったことがはっきりしたっていうカードになります。ね。だからこの会社はきちんと制裁をしなければいけないんだねってそういう風なカードになってますね。 うん、これまあ,あの女性が男性に声をかけていますこれはね女社長だったのかなそれが東山さんに声をかけてる感じなんですかねあなたちょっとこれでちょっとやりなさいみたいな感じなんでしょうかええー、ねまあ本当に、えー、時期が来たっていう風な感じもしないでもないんですね。 うん、今までは分からなかったこと、今までは気づかなかったことが、もう本当に分かるようになってきた。今のね、風の時代、本当に分かるようになってきた。なぜね、あの前にもっと早く言わなかったんですかっていうふうな考えられる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、今だから明らかになってるんですね。うん、で、現在、 ソードの7略奪カードドのカですね,ね。リバース、うん、やり直しが効く時期になってきました。本当にやり直しが効く。うん、まあ自分もこうね持ってって自分もあのい,い,いい位置に行きたいなっていうところがあったんだけどね社長としてもう本当に自分がこの。 トップになれるいいチャンスだなって思ったかもしれないんですけど今ならまだやり直しが効くかもしれないっていうところでアドバイスを素直に受け入れた方がいいですよっていうカードになりますね。はいワ、うん、ワーールルドドですねザワールド はい、このカードは、えー、大アルかないいカードですね完成形ですね、はい、うんどうなんだろうこの会社実態を終わらせるのかまた新会社になってでもねあの新会社になってあのきちんと今までのことを清算し最初からもうスタートするぐらいの気持ちでやればあのいい 会社になりますよっていうカードですね。これね。いい会社になりますよって。あのみんながこう、個性ある。みんなが、ね、あの、大きくなれる。ね。途中でこういうね、あの、カードあるんですよ。それはまだ、 完成する前の途中で子供だったりとか発達が途中であったりとかするんですけどこのカードはもう完成します、えー、立派なものが作り上げられますっていうカードなのでまあそうですね、うん、まああの東山さんもみんなのアドバイスを聞いて。 あの逆にね身を引いた方がね私としては後でちょっと変なことが出てきちゃった時に身動き取れなくなっちゃうんですよね他にもなんかスタッフがどうのこうのとかなっちゃったりとか何かもしね今まで出てないことが出てきてしまった場合身動き取れなくなってしまうのでアドバイス聞いた方がいいですよっていう風な、うな、ん。 思いとどまってやり直した方がいいですよっていうことが出てるんです。で最終的にはその、えー、もう一回考え直して練り直して今の考案を少し練り直して、あのー、納得がいくところまで今すぐ指導するとかじゃなくても本当に納得がいくところまでやれば。 あのワールド、うん、完成形いいカードが出るっていうことなので、まあ、できるだけこうね独りよがりさっき出ましたよね「キング」のカード「ソードのキング」独りよがりの,あのちょっと激しい、ねえー、ワンマン社長みたいな感じのカードが出てきてしまったので皆さんの意見を聞いて皆さんの指示に従いながらあの意見を取り入れながら。 いいいい方向性に持ってってたらいいんではないかなと思いますで会社自体はですねまあそんなに悪くないと思うんですけど今までの男性だけのアイドルグループだけではなくていろんなジャンルあの年配の人とかも入れたりとか、まあ、女性のアイドルとかも入れたりとかあの幅広くしないと、えー、男性だけで エージェントととなると厳しいかなっていうところもありますので、うん、やはりね今までのよその事務所のように男女問わず年齢も問わずやはり入れたりとかしてお笑,いお笑い部門みたいなんとか芸能部門とか歌部門とかダンス部の部門とか。 ね、舞台部門とか何かいろんな部,部,部分がありながらも、ね、やっていけばいい会社が作りができるんではないかなと思います今ねこの東山さん本当にアドバイスを聞いてですね自分の意見に固執せずにですねあの、うん、この女性の方いらっしゃいますよね。でまあ、本当にそここのととろをきちんとあの操り人形じゃないんで 自分の意見をきちんと通してもいいと思うんですよ。うん、はい。まあ会社自体はね悪くはないと出ました。会社自体のねえっ、ー、と東山さん自身も、うん、悪くないと思うけども、も今がちょっと、うん、考え時だねっていうカードが出てるのでねあのいろいろ意見を聞いてですね考えていただけたら。 これからがまたスタートなので、ね、あのご自身でどうしてもやるっていうおっしゃるんであればあのそれなりの覚悟を持って、うん、そうですねパワハラに関してはご本人もあったということでただ、ね、若い時期だったんでそれは、ね、若手の至りという形だったので、うん、ただねパワハラ ね、やりましたねでももうそれ分かったんでって言っても、あのー、本当にこう一回傷ついた人の心っていうのはそう簡単には治らないんですよ。うん、やった方はねああったかもしれないなちょっときつく言っちゃったかもしれないな程度かもしれないんですけれどもやられた方はいじめにしろパワハラにしろとてもじゃなくで今、うん、これから。 宝塚とかいろんなところのメスも入ってくると思うんですけれどもやはりこう先輩が後輩をいびったりとかそういうふうなところが当たり前だから上がやってきた私もそういうふうにされてきたんだっていうのを下に受け継いでしまうっていうことが一番よくないことなんでやられた方はねずっと忘れないんですよ結局は。だから、ねあの 一回ね、あのー、もしそういうねパワハラをしてしまったことがあるっていう人がね会いたいっていうふうに言ってきたならばちゃんと、あのー、礼を尽くしてお詫びをなさってで心を入れ替えてあの会社の代表になるんであれば、あのー、本当にねそういうところみんなスタッフの気持ち従業員の気持ちを感じてね えー、従業員が前向きに動けるようになれますように進んで行かれたらなとそうなっていただけたら嬉しいなと思います。一号先でした。はい。えっと今日初見の方チャンネル登録をお願いいたします。またいつも見てくださる方いいねボタンコメントの方もお願いいたします。えー、っと。 明日ですね、金曜日の19時からマーベリックチャンネルさんのところとあのライブやる予定になっていますのでよかったら見てください。ありがとうございました。